どうも、翼です。アリサンマークの残業、アリサンマーク引っ越し者の残業だらけのひどい給料対民主党議員津村圭介の給料について語ります。 ただいまね、他にも給与明細書並べたものを再生リストに、並べてますので、よければ、概要欄からおたどりくださいませ。では行きます。 こちらがアリサンマークの給料ですね。 総労働時間342時間、もうこれ1ヶ月丸々出勤者としても1日11時間働いている計算になりますね。そのうち残業が147時間、差し引き支給額が27万2000円ですね。はい。で、次が民主党議員津村圭介の給料ですね。はい。これが、歳費が130万1000円、交通更新、公債所在地が50万円、所得税が22万円、市町村民税が15万4000円。その他、差しなんとかが、4700円、保険料が2万5000円、電話料が1万7000円、なんか宿泊経費が9万2000円、で、差し引き支給額が142万3000円、現金支給額が128万3000円ですね。はい。アリサンマーク27万円対、衆院議員津村圭介の給料が128万3000円ですね。はい、終わります。